国内有数の規模を誇る風車が立ち並ぶ風の町苫前。古くはニシン漁、林業で栄えたこの苫前は、大正4年に起こった犠牲者7人という獣害史上最大の三毛別ヒグマ事件の地としても有名です。この地にある寺の住職松岡万雄さんは、地域の歴史を丹念に調べ上げ、苦難を乗り越えて町の基盤を作った開拓精神や、同じ土地で共に暮らす動物を含めた命の大切さを伝えています。苫前町古丹別地区、秋には美しい紅葉を見せる霧立峠に向かう国道239号線沿いに、明治30年に説教所として建てられた高円寺があります。この寺の住職である松岡さんは山口県出身。大学卒業後に僧侶となり、道東の斜里町を経てこの古丹別にやってきました。以来、寺のルーツや町の歴史などを詳しく調べるようになります。やはり北海道ですから、開拓の歴史ということを受け継いでいくというかね、子や孫の世代に受け継いで開拓精神を受け継ぐということがね、第一だと思いますね。まあ、そのためにまず自分自身が郷土の歴史ということを知らなければならないし、まあ、私自身よそから来たもんですから、この町はどういう歴史があって今日があるのかということをまず自分が調べて、まあ、いろんな形に残して、そしてまた伝えていくということをね、そういうことを心がけておりますし、町の歴史を語る上で外すことのできないヒグマ事件。この事件を後世に伝えようと、昭和48年には苫前熊獅子舞が結成されました。開拓民の苦労や喜び、ヒグマ事件の悲惨さが見事に表現された舞は、すべて地元有志によるオリジナル。昭和58年には町の無形文化財に指定されています。松岡さんも忍笛の奏者としてこの獅子舞に参画、講演会などで息の合った演奏を披露しています。まあ、この町に私ここに来て獅子舞に入らないかというお誘いをいただいて、それで、まあ、踊り手もいないしということでちょっと顔を出したというのがきっかけで、忍笛をちょっと触ったらピッと音が出たもんだから、そしたら笛が足りないから笛やってみないかという話になって、それから練習をして、横笛を吹くようになって忍笛、ね、それでずっと今に至ってるんですけどね。平成19年、このヒグマ事件を子どもたちに伝える教材として紙芝居が制作されました。この紙芝居で松岡さんは文章を担当、獅子舞をもとにストーリーを構成し、史実を細かく調べ上げ、当時の言葉を使ったセリフを巧みに織り込んだ筋書きを完成させました。兄、得意の踊りを見せてくれや。よし、任せな。人々の笑い声。郷土史研究会で紙芝居を作ろうということで、まあ、子どもたちに伝えていくのに、まあ、教材としてね、紙芝居をやろうということで、で郷土史研究会の野沢さんという方が絵を描いて、私が文章を書いてと。一応紙芝居を作るのに、文章を考えるという時に、まあ、やっぱり間違ったことを書いてはいけないと思いましたね。それでもう一回調べたんですね。紙芝居のエンディングは、村人たちが熊や鹿や狐と仲良く暮らせる村を作っていこうと誓い合うシーン。僧侶である松岡さんの、人間にも動物にも同じように命があり、その命の大切さを
忘れてはいけないというメッセージが込められています。熊、動物もやはり命あるっていうか、生き物同じですからね。熊の、言ってみれば熊の方が先にいたわけだし、人間後から来て熊の領分を犯したみたいなこともありますから、だから命とか生きるとかね、考えたら平等ということありますから、ただやっつけて悪い熊をやっつけましたで終わるんじゃなくて、人間だけが偉いとかね、そういうことではないわけで、その動物と人間が共存するという道も考えなければならない、そういうこともあると思います。北海道各地に開拓の桑が入れられてから百数十年、この歴史は人間が動物の領域を侵してきた歴史でもあります。尊い犠牲者を出した事件を決して忘れることなく、人間と動物が共に安心して暮らせる北海道を作っていくことが、現代に生きる我々の使命なのではないでしょうか。